日本方面昨天是三一一大地震和福岛核灾难满12周年纪念，除了多个县市举办悼念活动，一些示威者再次聚集在东京电力公司外示威，反对发展核电以外，再次批评当局罔顾民意，将福岛核电厂的核污水排进大海。全く承認できないですね。もう心から反対します。やってはいけないことだし、我々日本人にも迷惑をかけるけれども、世界中に迷惑をかけることになりますよね。放射能が世界中に拡散するし、魚は生物濃縮して溜め込んでしまうし、それを人間がまた食べるってもうとんでもない悪循環ですよね。示威者昨天在东京电力公司外举着布条和海报，当中写着“别把污水排放入大海”等标语。除此以外，他们也向民众发放传单，表达诉求，反对日本政府和东电在今年春夏期间将福岛核污水排放入大海的计划。目前，福岛第一核电站的核污染水累积到132万吨，濒临容纳极限。东电也没有打算增建储水罐，而选择了将污水排放入大海的方案，所需时间最短，花费也最少。